前回キーをひねっても燃料ポンプの動作音がしませんでした。ということで悪いところは燃料ポンプだなということで交換したのですが、音してます。燃料ポンプを交換したのにエンジンがかからない。他にも原因があるみたいです。いろんなことが考えられますが、まずは簡単なところから直していきたいと思います。スロットルボディのアイドリング領域、バイパス通路が詰まってるんじゃないかな。というわけでスロットルボディを外してみました。中を見てみるとやはりよく汚れています。これかもしれないな。スロットルボディは空気だけを通します。そしてこのアイドリング域ではこのようにバタフライバルブは完全に閉まっています。ではなぜ空気が通らないのにアイドリングするのでしょうか。不思議に思いませんか。アイドリング領域で完全にバタフライバルブが閉まっていても、その前後に抜けるバイパス通路があります。そこから空気が入っていくのでアイドリングします。ただ通路的には非常に狭いので詰まりやすいんですね。ブローバイガスを再循環させるために、そのガスと一緒についてくるオイルミストがこの通路を詰まらせてしまいます。今回もそれじゃないのかなっていう感じです。パーツクリーナーで清掃します。以前はエンジンコンディショナーを使っていたんですが、強すぎてコーティングを剥がしたり、プラスチックの部分を傷めるなど悪影響があるので、スロットルバルブ専用のクリーナーを使うと良いと思います。すごい汚れです。これ1回目でなく2回目なんですよ。最初の清掃はすごかったんですが、ビデオに撮れてませんでした。反対側もすごい汚れです。オイル交換があまりできてないと、このミストがタール状になって落ちにくいです。メインの通路も汚れてますが、バルブの前後をバイパスしている通路、狭いので汚れで詰まりやすいです。そこを重点的に清掃します。バイパスの中にも風量を調整するバルブなどがあるので、高圧をかけたりすることは厳禁です。ただこれも一つの方法だとは思いますが、他に原因があると思います。疑っているのはカーボン紙、そしてバルブがどうも擦り合わせしないと厚漏れしてるんじゃないかなって思ってるんです。重整備にはなるんですが、もうそろそろやってやらないといけないかなっていう感じです。圧縮を測ってみると 7.2 でした。今回これでエンジンを下ろします。とても時間がかかると思います。そんなこんなでのんちゃんを待たせるわけにはいかないので、今回ものんちゃんは不在です。とても話しながら1時間2時間でできる作業ではないんですね。ご了承ください。エンジンバラすので水を抜きました。オイルが黒すぎます。自作のエンジンスタンドをつけました。ここにゴムをつけています。これでひっくり返すと簡単にエンジンが立ちます。これで作業がしやすくなります。ヘッドカバーを開けてみると、なんじゃこれは。オイル管理ができていない。うちでオイルを2回変えているんだけど、まだこんなに汚れていたのか。なぜこんなにも汚れているのか、のんちゃんに後日会った時にその理由が判明します。驚愕の事実です。ウォーターポンプを外します。この奥にカムスプロケットがあります。タイミングを合わせます。圧縮上支点に合わせました。しかしひどい汚れですね。チェーンテンショナーを外しました。
ここの締め付けトルクは強いので強力なインパクトが必要です。カモスプロケットとチェーンを落とさないように針金を入れます。いよいよヘッドを抜いてみます。燃焼室の状態です。インレット側から灯油を入れてバルブから漏れがないのか見てみたいと思います。まずはこの2個の吸気の方からです。灯油を入れて待つんですが一向に漏れる気配はありません。気密はしっかりしているようです。吸気はやはり傷みにくいですね。問題は下の排気バルブです。上の排気バルブの方に灯油を入れてみます。どうでしょうか。なんじゃこりゃ、早速出てきたじゃないか。ダメだこりゃ、圧縮が低いわけだ。バルブをばらして再度すり合わせが必要だと思います。これが原因だったんでしょう。バルブをばらします。しかし排気ポートもすっごいカーボンが蓄積してる。これはエンジンコンディショナーだけっていうわけにはいかなかったでしょうね。今回分解して正解だと思います。洗浄しました。これで綺麗になりました。カムシャフトを取り出します。右のピンは簡単に抜けたんですが左のピンはなかなか抜けませんでした。磁石を使ってシムを取り出します。シムの番号は全て消えていましたがマイクロゲージで測ってみると吸気のシムは2つとも同じ番手が入っていました。これ便利です。北子さんのバルブ抜き一撃で取れます。これは便利ですね。磁石式のプラグソケットでも代用できそうですね。バルブを外します。取り付けてあったところのバルブを間違えないように区別して置いておきます。しかしこの排気ポートすごいカーボンです。バルブの汚れもひどいですね。このカーボンすごいでしょう。こんなにカーボンってたまるんですね。エンジンコンディショナーで一時的には良くはなっても今回のように完全に取り除いてやると調子は最高に良くなるでしょうね。これ動画が分かりやすいように作業していますがシートリングなんかを傷つけると圧縮が漏れるので
気をつけて作業しないといけません。軽く洗浄してみました。バルブの当たり面が非常に荒れているのがわかると思います。これはダメですね。バルブのすり合わせを行います。バルブガイドの穴にはオイルを塗って異物の侵入を防ぎます。すり合わせ2回目でだいぶきれいになりました。3回目です。吸気バルブ右側だけすり合わせしました。左側はまだしていません。ちょうどバルブのフェースの当たり面が荒れているのがよくわかると思います。比較してみてくださいね。これだけ荒れていると灯油は漏れなくても圧は漏れると思います。バルブシールも新品に交換しておきます。ここのクリアランスが大きくなるとオイルが下がります。新品にオイルを塗って組んでおきます。バルブスプリングシートも新品に交換しておきます。新旧で色が違いますね。10年ぐらい使ったバルブシールです。穴の大きさが大きくなってますね。大きくなると燃焼室にオイルが漏れてオイル下がりということになります。マフラーから煙を出して走行することになりますね。シールも古いと硬くなって脆くなるんですよね。ポロッとかけたりします。このシール自体はまだ柔らかかったのでレース用に置いておこうと思います。バカ穴だけに抵抗が少ないのですね。バルブを組んでいきます。コッターを入れます。右と左両方とも入れます。左右均等ではないのですが叩くとちょうど中央に寄ります。バルブの気密をチェックします。灯油を入れて漏れるかチェックです。漏れてきませんね。吸気バルブ2本とも見てみます。こちらも漏れてきません。大丈夫です。これで組んだらいけるんじゃない。しかしトラブルはまだまだ続くのであった。どこまで続くんじゃ。